はいどうもジェキマルです。ということで皆さん、明日からはですね、ついに皆さんが待ちに待っていたミエルコちゃんとのですねコラボイベント後半が開催されます。イエーイ。ということで、はい、後半はですね、なんとミエルコちゃんとのコラボの移籍が開催されるということで、そちらのですね情報がお知らせの方に来ていたので見ていきたいと思います。はい、コラボイベント追加告知ということで、まず一つ目ですね、こちらミエルコちゃんのアニメに登場するニクラドーユリアちゃんのガチャが登場しますね。はい、現在ですねミコちゃんとハナちゃんのガチャがありますが、まあそれはちょっとねどうなるかわからないんですけど、なんとですね一人だけニクラドーユリアちゃんのガチャが開催されるということで、ぜひねめちゃくちゃ可愛いのでゲットしたいなと思っております。それからですね、こちらコラボの遺跡にて山の神様がゲットできるぞということで、はい、10日間しかないんですけど、こちら今回ねまさかの遺跡が登場するということで、はい、山の神様がゲットできるので、皆さんぜひぜひこちらね、はい、ミエルコちゃんとのコラボの遺跡を頑張って攻略してみてくださいということで、いやーね、ニクラドーユリアちゃんのガチャが来るのは知っていたんですけど、まさかの一人だけっていうね、もう一人なんかね新しいキャラクターが追加されるんじゃないかと思ったんですけど、まさかのユリアちゃん一人だけのガチャが登場しますね。それから皆さん、こちらですね山の神様ってなんだろうね、ちょっとアニメ見てないからわからないんですけど、まさかの青鬼より怖いお化けがゲットできるということで、もうちょっとなんか可愛いキャラクターがゲットできるのかなとか予想してたんですけど、もう本当に予想外ですね。はい、皆さん山の神様ゲットしてみてください。それから今回はですね、こちらはいミエルコちゃんとの限定コラボ開催中ということで、こちらの方を確認しつつ最後にですね青逃げ5をやっていきたいと思います。それからね、ちょっと皆さんに聞いてほしいことがありまして、もうぜひねコメントしてほしいんですけど、明日からミエルコちゃんとのコラボの移籍が開催されるじゃないですか。で、明日からジェケマルが投稿する動画として、もう1回から5回までをまとめた攻略動画を投稿するのか、もしくは俺が1回から5回まで初見プレイで実況している動画を投稿するのか、皆さんはどっちがいいですか？まとめ動画か、もしくは初見でプレイしている動画か。まあ多分ねジェケマルのことが好きでずっとね応援してくれたりとか見てる方は、俺が初見プレイで実況してる方が好きなんじゃないかなって思うんですけど、まとめ動画もね需要があれば投稿していきたいなと思っておりますので、あの見てる方はねどっちの方がいいかぜひねコメントで教えてください。はい、それでは見ていきましょう。まずこちらですね、はい、4月の18日まで開催されますね。でガチャの方なんですけど、現在ミエルコちゃんとのガチャでこちらミコちゃんとハナちゃんが当たるねガチャが開催されておりますが、これは8日までなんですね。ということはユリアちゃんが開催される時はこのミコちゃんとハナちゃんはもうゲットできなくなるということで、皆さんぜひね今のうちにゲットしてみてください。それからショップですね、こちらはい、神社のあやかしの方は18日まで開催されますので、これは皆さんねまだ焦らなくて大丈夫です。はい、それから最後ですね、こちらコラボチャレンジについてなんですけど、限定でですねミエルコちゃんコラボのこちらのねチャレンジがありますが、これは18日まで開催されますので、まだね全くんゲットしてない方ははい、こちらの方ねゆっくり進めてみてください。ただ今回のねこちらのねチャレンジ結構難しいので、まあ今のうちにね持ってない方は進めた方がいいのかなと思うんですけど、はい、私ジェケマルもね頑張ります。さあ、ということで今回ですねこちら青逃げ5をやって今日はね終わりにしていきたいと思います。それではやっていきましょう。さあ青逃げ5やっていきましょう。いや新マップになるといいな。さあ現在ねすごい遅い時間にやっておりますが、どんな方がですねこちらマッチングするんでしょうか。左上移動は魔境、左上移動は危険、なんだこれ。まあ新マップのことだよね。ちょっとさ、今回新マップにいたら左上の井戸に行ってみましょうか。なんかちょっと怖いことが書いてあるんですけど。はい、ということで本当にねどういうことなんでしょうか。さあこのメンバーでやっていきたいと思います。左上の井戸ってなんか危険な場所あったっけ。さあ新マップになりませんでしたね。いやーちょっと悔しいな。さあということでやっていきたいと思います。メンバー4人だけだね。うん、これさあ、あ、でも1人増えたね。よかった。びっくりしました。さあ、ということで、下の方にね、2人ほどいたので、私、ジェクマルはね、別の方行ってみたいと思います。
左上の井戸は危険ってどういう意味なんだろうね。魔境ってちょっと何言ってるのかわからないんですけど、ただ二人もねこんな名前だったらねちょっと気になっちゃいますよね。はい、ということでもしかしたらアップデートで何か変わったのかもしれませんが、どうなんでしょうか。それからさ、まさかの青の要塞じゃなくて遺跡だったっていうね、限定マップで出てくる化け物とかも出てくるのかな。あのフワッティみたいな動きするやつ、あれとか出てきたらめっちゃ怖いなって思うんだけどね。うん、まあただ今回巡回鬼がいないってことだよね、遺跡ってことは。だから巡回鬼がいない分、もしかしたら新マップに出てくるめっちゃ速いさ、お化けいいんじゃん、化け物、あいつが出てくる可能性もありますよね。うん、まあそういうことなんだろうとは思うんですよね。はい、ということであともう2個ですね、バルブを閉めていきたいと思います。さあ解除 OK。 はい、あと1個ですね。よっしゃー、なんか勝てる気がする。それからさ、ユリアちゃんもすごいゲットしたいので、前回ねガチャ回した時は結構神引きしたんですけど、なんかユリアちゃんはね俺当たらない気がするんだよね。まあでも200連ぐらい回していきたいと思います。いや毎回みんな本当に早いんですよ。うん、あのスキンチェンジするのみんなどのくらい回してるのかすごい気になるんで、あのぜひね回した数お金が分かればね、いくらの青銭使いましたとか何百連しましたっていうのあれば教えてください。さあちょっと連打してこちらですね、ゲートを開けていきましょう。ちょっともうゴールしようかな。はい、ということで皆さんこちらですね、1試合目青逃げしました。 OK。 はい、ということで、あ、びっくりした。ちょっとね上の方に戻ったらなんかね変なことになっちゃったんですが、さあ、あともう一人ですね、これクリアできそうですね。はい、青逃げ 5OK、 やったね。はい、ということで皆さんすごい気になっているこちらね、左上の井戸についてねやっていきたいと思います。さあもう一試合やっていきましょう。はい、ということで、ぶっ続けでですねこちら青逃げ5をやっていきたいと思います。まあ多分ね新マップになると思うんですけど、あ、ちょっとこれはちょっとねレベル1のヒロシがいる場合はね大抵青逃げ5できないことがありますので、うん、バカにしてるわけじゃなくてルールを分かってない方がね結構多いので、まあどうなんでしょうか。さ、新マップとかになると大変だと思うんですよね。はい、ということで皆さん、いやーこれ最初にやるにしてはさ難しすぎるんじゃないか、大丈夫かなこのヒロシさん。俺が最初にね青鬼オンラインのルールも知らずにこんなね難しいマップに行ったら俺多分本当に発狂しちゃうと思う。なんだこれって、俺の知ってる青鬼じゃないぞってなっちゃうんですけど、さあということでこっち来るよな、来ないか、あ、来ないね。オッケーオッケー、まずは明かりをね明るくしましょう。はい、さあということでバルブを解除 OK。で皆さん、左上の井戸が危険って言っていたので、うわ、あぶね、左上行ってみましょうか。はい、こっちですね、左上の井戸に行くと、これ何が危険なんだ、魔境、何何、全然わからないんだけど。さあ、左上のマップが危険なのはこれなんでだ、ちょっといろいろ調べてみましょうか。何のことを言っているんだろうね。え、全然普通なんだけど、え、魔境？どういうこと？ちょっと出てみるか。出てみましょうか。左上のマップは、マップじゃないか。左上の、こちらのですね、井戸は、あぶねえ！あ、そういうこと？もうここで溜まるからってこと？まあ基本さ、青鬼ってさ、ずっと左上に行っちゃうじゃん？だから、もしかしたら、このね、左上の井戸に行ってしまったら、青鬼が溜まってしまうってことじゃない？青鬼っていうか、この化け物が。確かに俺も前に新マップやった時にここの場所でめっちゃやられた。あ、そういうことだ。うわ、やばいね。確かにやばい。左上のこちらのですね井戸の中入ったらずっとこいつらが今来るから井戸から出てもやられちゃうってことなんだね。さあ、なるほどね。左上はやばいかもしれない。あー、そういうことだよな。やばいそういうことです。なるほどね。あ、なるほど。なるほどっていうか、肝心してる場合じゃないんですけどね。はい、ということでやられてしまいました。いやー、申し訳ない、本当に。うん。なんか、ヒロシ大丈夫かなとか言ったんですけど、わ、左上これやばいね。確かにやばいな。左上マジ危険だね。うん。さあ、ということで、これどうなるんだろう。こいつも左上行くのかな。あ、ちょっと左上には行かないのか。なるほど。さあ、ということで、いや、このヒロシ残ってるぞ。最後みんなでこのヒロシ応援してあげようぜ。頑張れヒロシ。しかもさ、もう6個バルブ解除してんじゃん。うわ、
ごめんね、ごめん、ごめん、ごめん。ヒロシ、ダメだ、俺は無理だ。そこ行ったらやばいぞ、ヒロシ。うん、そこ行ったらやばい、そこやばいぞ。そこやばい。あー、助けられないんだ、ごめんね。ごめんね、ヒロシ。俺のこと助けようとしてくれてる。めっちゃいいやつじゃん、こいつ。すげえ、もしかしたら本当は強いのかもしれない。頑張れ。オッケー、ヒロシ上手。うわ、ヒロシ。もう残りにヒロシしか残っておりません。さあ、ということで、主人公のヒロシくんです。もうこんな状況でも救出しようとして、わ、救出してるよ。めっちゃすごいな。俺このヒロシめっちゃ好きかもしれない。頑張れヒロシ。なんかすごい上手。なんか青逃げ5知ってるんじゃないかこの人。さあ、ということで、うまくかわしてまいりました。ちょっとずつですね、こちらゴールゲートですね、連打しております。さあ、どうなんでしょうか。なんかこのメンバーなら勝てる気がするよ。ヒロシ頑張れ。もう絶対左上には行っちゃダメですね。皆さん、左上はこちらのね、化け物が集まるということで、なんかリスナーさんにね、このなんかの化け物っていう名前の読み方を教えてもらったんですよ。なんだっけな、坂、なんだっけ、傘じゃなかったんだよね。坂だっけ、釈迦だっけ、貨車だっけ、なんか、あ、貨車の化け物って言ってたな。確かそんな名前だった気がするんですけど、うわ、すごい、ヒロシはこんな状況でもね、救出しようとしておりますね。さあ、ヒロシがやられてしまいましたが、こちらですね、ダメでした。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。はい、新マップのですね、青逃げ5、左上はめちゃくちゃ危険ということと、それからですね、ニクラドユリアちゃんのガチャが開催されるということと、それからですね、山の神様がゲットできるよという情報でした。皆さんもね、明日から楽しみにしていてください。それからね、ぜひぜひコメントしてくださいね。どっちがいいか、攻略動画か初見プレイ動画か、どっちが好きか、皆さんね、ぜひコメント待っております。ということで、ジキマルでした。ありがとうございます。失礼します。